本写真弁士の麻生小矢田でございます。若輩者ではございますが、以降お見知りおきのほどよろしくよろしくお願い申し上げます。高代さんがデビューを飾るのは東京浅草の木馬亭です。木馬亭は大正時代から浅草の芸能を支えてきた劇場の一つです。この日は衣装合わせです。初舞台の衣装はシルクハットに白の塩ビ服、天才少女と歌われた美空ひばりさんにあやかりました。似合うよ、うん、どう？なんか緊張しちゃった。本日はにぎにぎ式のご来館をお賜りまして誠にありがとうございます。みんなが満足して帰れるような舞台をやりたいと思います。戦争万楽春だけで春や春春南方のローマンス題しまして南方の判事、これにて全五感のお別れでございます。自信は 50% ぐらいで、うん、でも楽しみは、みんなが良かったって思ってもらえるような舞台をやりたいと思います、うん。